さんこんにちは、スプレーアートでのみろちゃんです。こんにちは。今日の企画はペットショップに行ってみてびっくりすること3つ見つけて書いて動画します、話します。ワンちゃん飼ってるからペットショップにも行ったことあるけど、今回はねでかいペットショップに行きたいと思います。もう準備完了、行きます。帰りました。もうペットショップ行ってみてびっくりしたことはいっぱいありました。ケーキです。ケーキ、どういうこと？ワンちゃんにはケーキ、誕生日のケーキいっぱいありました。お弁当みたいな感じとか、アイスクリームもいろんなお菓子があった。それ本当にびっくりする。その2はワンちゃんの値段。どういうこと？なんでワンちゃんは40万とか50万とか30万とかするの？チワワは超可愛いなって思ったけどさ、40万とかするの？でその40万とか50万とかで車を買うよね。車とか家賃は4ヶ月とか6ヶ月とか払えるもんね。すごくない？本当にワンちゃんが高い。多分メキシコだとね、まあ道にもいっぱいワンちゃんがいるからさ、お金がない時に、まあ、ちょっと道に出て道路に出て野良ワンちゃんを捕まること。そしたらもうペットがタダーン。その3つ、ワンちゃんを散歩やる時のカート、ガラガラわからない、それも高かった。まあ最初見た時に赤ちゃんだと思った。まあ、ペットよだった。まあそれはいいことだと思います。私はワンちゃんとか猫とか動物はめちゃ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 大好きだから、そういう便利なものが売ってるのはすごいいいなと思います。ということで、動画面白いと思ったらコメントとか質問がある場合はもうぜひコメントしてくださいね。面白いと思ったらチャンネル登録と高評価も忘れないでくださいね。まあじゃあアディオスアミゴス、バイバイ。